はい、おはよう。はい、持ち上げ。今日は持ち上げの練習です。はい、じゃんけん。はいはいはい。はい、ポンちゃん。はいはいはい。はい、おはようございます。なんか変なことをされたので、急にお腹が空いたじゃんけんです。このところですね、外から帰ってくるとジャン君が喜んで、なで待ちにいつものやつですね、なるので、必ずなでる前は一度持ち上げるというのをやっています。ポンちゃんも同じようにやっていますが、ポンちゃんは比較的大丈夫なのね。持ち上げられても OK です。そろそろ抱っこのタイミングかな。まずポンちゃんからかね。先にチェックが入りました。先にチェックが入りました。ポンちゃんチェック。紹介をする前にポンちゃんが乗っかってしまいましたので、ちょっと開けさせてくださいな、ポンちゃん。ポンちゃん、今いいのが入ってるかもよ。ポンちゃん、はい、好きなの入ってるかもよ。プレゼント来ましたが、ポンちゃんが乗っていて、これ見て、うん、嫌だって、嫌だって嫌なんだ、嫌だ。もうちょっとチェックする。ポンちゃん、ポンちゃん乗り心地がいいんだよね、ポンちゃんね。ポンちゃん乗り心地がいいやつです。はい、ポンちゃん、あ、降ろされちゃったね、ポンちゃん。ポンちゃん、はい、じゃあまず出してしまいましょうかね。はい、なんかかわいいの。ポンちゃんの顔でも撮っていきましょうか。あ、ポンちゃんなんかすごいの入ってるよ、ほら。これ何かな。長い。で、そう、チンアナゴだよ。ポンちゃん。チンアナゴ、あれね。かわいい。チンアナゴ、なんだか人気だね。チンアナゴかわいいだもん。これは除菌。はい。除菌のスプレータイプのやつかな。ジェルのやつか。ん？食器用洗剤だね。除菌の食器用洗剤です。だそうです。除菌。ポンちゃん除菌。はい。除菌除菌。あ、これあれしてるポストの糊だよ。郵便局とかで出してるやつ、ポスト型スティックのり。大きいね、結構ね。うん、なんかね、はい、封筒を止めたりする、ね、そうそうそう、ピュってスティックのりが郵便局ってね、なんかこういうの出してるんだよね。なんか面白いな。今このポスト知ってる人いないけどね。あ、でもあれか、ダウンタウンの、あ、そうだね、浜ちゃんだね。はい、なんか可愛いよ。じゃん。これ、これは何かな。お、ポーチ。ポーチ。なんかお菓子が入ってるやつな。そうだね。うん。カルディだから。そうだね、お菓子が入ってるね。カルディか何か入ってると思います。後でちょっと開けます。お、なんか美味しそうなやつができたよ。乾燥したやつ。いや、なんだっけ。え？うん、なんだ。エクストラグミかな。なんていうのこれ。ハリボそのまま読んじゃった。後ろに書いてあるかな。ハリボー、サワーレモン、キャンディー、100g サワーレモン、キャンディー。あ、ゼラチンとか入ってるから、やっぱグミみたいな感じかな。そういうことかね。グミキャンディーだね。はい。いいね、ジャンク。あ、ジャンクじゃない、ポンちゃん。あ、なんか可愛いおもちゃ。にゃんこのおもちゃだよ、ジャン、ポンちゃん。好きそうなやつ。爪が引っかかりそうなやつ。クンクン、すっごいクンクンしてる。ポンちゃん、いいね。はい。なんかすごいいっぱいおやつ出てきたよ。猫日和。かわいい。ほら、なんかみんな違う柄が。あ、味によって柄が違うんだね。この、しおんくん柄は、近のヤギミルクに、これはチキンとチーズ。なんかクンクンされてる。指クンクンされてる。こっちが鹿肉ジビエ。そんなレトルトさんっていうか、こういう、何、にゃんこのね、こういうのがあるんだね。知らなかった。よいしょ。あ、人間用だ。これはコリコリ食感おやつ。大好きなやつ。おやつはカメ。そして茎メカブ。あ、メカブ好き好き。時々ね買っちゃうよね。そしてハスカップって聞いたことあるね。ハスカップ、北海道ハスカップ。ワインパスミソフトキャンディー。はい。あ、パミスだ。パミスソフトキャンディー美味しそうだね。まだ。あ、まだあったね。そうそう。なんか入れ物も可愛いよ。文房具だ。あ、にゃんこだよ。ほら、にゃんこのノート。ノート。父ちゃん、これ入れるから、ここ置いとくね。よいしょ。ノート。これがあれなのかな、なんか、また旅でもついてる。あ、ついてるのかな。クンクン。すごいクンクンしてる。ノート、にゃんこのノートと。なんか和風なメモ用紙。可愛い。あ、にゃんこのメモ用紙。ノートかな。え、違うか。封筒セット。猫図鑑。あ、ちっちゃい封筒と便箋のセットなのかも。なるほど。あ、開くじゃん。あ、こんなんなってる。かわいい。なるほど。かわいいね。はい。なんだか、かわいいもの集まってきましたよ。これは何かな。あ、これムーミン。スニフ。のクリップだね。クリップ？うん。出しちゃおう。これはなんか丸いあれかな、針を刺すやつ、違うかな。あ、クリップかわいいかわいい。こんななんだ。いろいろ探すね。いろいろ見つけるね。これは何かな。あ、なんだべ。クラゲ？あ、クラゲなの？クラゲじゃないかな。ほら、クラゲっぽくない？ああ、本当だ。プチマル。プチマルアニマルシリーズ。はい。きっとこれは、この人でも噛むか？いや、ポンちゃんは噛まないんだな。ポンちゃんはクンクンするんだね。ジャン君が噛むんだね。あ、なんかマスクが入ってるよ。はい。あら。貴重なマスクいただきました。はい、またマスク。あ、エチケット、洗って使えるエチケットマスクを洗って使えるやつ。アベノマスクより大きそうだね。うん、全然大きいよ。洗って使える。ほら、タオルマスクだって。何度でも洗って使えるよ、ポンちゃん。はい、そして、これは PM2.5 って書いてあるけど。PM2.5 マスクなのかな、何かマスクに入れるやつだね。あ、そうかも。あ、これを入れると PM2.5 対応になるってこと？そういうことだね。すごいね。このタオルマスクに挟むって。そうかも。うんうん。はい、ありがとうございます。そしてこれはペン。これはNASA が書いてあるけど、宇宙で使えるペンかな。もしかしてこうやって空中でもボールペンってこうやらないと書けないのが空中でも書けるやつかな。そういうことかね。となると水の中でも書けるかもしれないね。ほう、なんかそれテレビで見たことあるよ。あ、英語でさっぱりわかりませんが、そういうことだと思います。そうかも。はい。はい。じゃあポンちゃんこれ。はい。これ乗る？ありがとうございました。なんか綺麗に並べに。そしてカシューナッツでした。はい。黒犬好きそうです。食べます。そして。よいしょー。はい。これは何ですか？なんかでっかいの届きました。ピュアアルミニウムキャットポット。猫鍋。あ、猫鍋キャットポット。うんうん、おお、すごそうです。開けられない、ちょっとお待ちください。はい、この間はポンちゃんを取っておきます。ポンちゃんの好きそうなやつだよ。ポンちゃん。じゃじゃん。わお。わおわお。これはすごいことになったぞ。今期はチンアナゴ。チンアナゴにお、これはこれちゃんと滑らないやつだ。ああ、なるほど、足がついてるね。はい。すごいの来ちゃったよ、ポンちゃん。チンアナゴにご就寝のポンちゃん。これだいぶひんやりだね。この夏場ありがたいです。そしてちょうどポンちゃんサイズだね、これは。はい、ポンちゃん。ポンちゃんいいね。なんだ。チンアナゴがいいの？何よりも今チンアナゴに夢中なので。はい、どうもありがとうございました。プレゼントいっぱいです。いっぱい。人間のおやつもいっぱい。あ、並べてる。はい、そこに入れちゃうの、人間の。ジャン君たちのだけじゃないの。はい。さあ、なんだか可愛い鍋をもらった人はその箱に入ってました。我が家の猫だね。貧乏板についてるね、君。そして必ず乗ります。これは何の意味なんでしょうか。